寺尾康氏は、日本の言語学者。学位は、文学修士。静岡県立大学学生部副部長、国際関係学部教授、大学院国際関係学研究科教授。徳派学園短期大学助教授、目白大学人文学部助教授、静岡県立大学国際関係学部助教授、静岡県立大学言語コミュニケーション研究センター。 副センター長などを歴任した。1959年生まれ、筑波大学に進み、第一学軍の人文学類を1982年に卒業した。その後、筑波大学の大学院に進学し、文学修士の学位を取得した。文芸、言語研究科の応用言語学専攻にて学び、1987年に博士課程を、 単位取得退学した。その後、徳派学園短期大学にて、講師に就任し、後に助教授に承認した。1999年に、目白大学に転じ人文学部にて助教授を務めた。2000年に、静岡県立大学に移り、国際関係学部にて助教授に就任した。2004年には、教授に承認した。現在は、 静岡県立大学の国際関係学部にて国際言語文化学科の教授を務める。加えて、同大学の大学院にて国際関係学研究科の比較文化専攻の教授も兼任する。さらに、同大学の言語コミュニケーション研究センターにも所属し副センター長に選任された。専門は言語学であり、その範囲は心理言語学や音韻論。 認知科学など多岐にわたる。それらの領域から言語を算出するメカニズムの解明を試みている。また、心理言語学や音韻論に基づき、言い間違いが発生するメカニズムを研究するなど、言い間違いにまつわる諸現象の分析で知られている。これらの研究業績をもとに、言い間違いはどうして起こると題した著書も上司している。その他には、 人が成長過程で言語を獲得するプロセスについての研究や自律的音韻理論についての研究を行っている。ありがとうございます。